ドルトン・ギャングはアメリカ合衆国の西部開拓時代の1890年から1892年までの間の無法者のグループである。別名、ドルトン兄弟ともいい、これは構成員のうち3人が兄弟であったことによる。このギャングは銀行強盗と列車強盗が専門であった。1892年、カンザス州コフィービルで銀行強盗を働こうとして、 兄弟のうち二人と他のギャングのメンバー二人が殺された。エメットが生き残り、捕らえられ、後半に付され、そして有罪判決を言い渡された。彼は14年間、服役したのちかり釈放された。長兄フランク・ドルトンは、保安官代理であったが、1888年に殺された。1890年、グラットン、グラット、ボブ・ドルトン、 およびエメット・ドルトンは、法執行者として支払われなかった後に犯罪に走った。兄弟の真ん中、ウィリアム・エム・ビル・ドルトンもまた、無法者としての経歴があったが、ワイルド・バンチのダチであった。このギャングラは母親を通して、ヤンガー兄弟と関係があり、ヤンガー兄弟は、ジェシー・ジェームズのダチであった。ドルトン家の人々は後に活動し、そしてジェームズ・ヤンガーギャングからは、 独立して、無関係であった。父親は、ミズーリ州ジャクソン郡出身のルイス・ドルトンであった。彼は、ミズーリ州カンザス式でバーを経営していた時、アデリーン・ヤンガーと結婚した。彼女は、コール・ヤンガー及びジム・ヤンガーのおばになった。ドルトン家の男たちはやつぎばに生まれた、フランク・ドルトン、グラットン、ドルトン、ウィリアム・ M ・ドルトン、ボブ・ドルトン、エメット・ドルトン。 1882年までに、一家は、インディアンジュン州、ゲンオクラホマ州に住んでいた。数年後、彼らは、カンザス州南東部のコフヒービルに落ち着いた。ルイス・ドルトンとアデリーン・ドルトンは合わせて15人の子を、儲け、うち2人は、幼少の頃に死去した。フランク・ドルトン・フランク・ドリトンは、兄弟の最年長で、他人が彼を模範として、法の中に入ったので、しばらくの間、 他人を行儀よくさせていた。彼は保安官代理になり、彼の兄弟らは民警団で彼の達であった。フランク・ドルトンはオクラホマ淳州で馬泥棒を追っていた時に殺された。ドルトンと別の保安官代理は1888年11月27日火曜日に仲間らと一緒に逃亡者を探し出し、逮捕しようとした。無法者らは抵抗し、 ドルトンを撃ち殺した。無法者のうち二人が殺され、ドルトンの連れは負傷した。指名手配の馬泥棒は逮捕を免れた。12月3日、月曜日に残っている無法者らが探し出され、二つ目の銃撃戦が起きた。保安官代理エドストークリーが馬泥棒を撃ち殺したが、致命傷を負った。クラット・ドルトン、ボブ・ドルトン、及びエメット・ドルトンの兄弟も、 また法執行者になった。複数の町の辺境地帯はしばしば緊張状態にあり、1890年に彼らの借金が支払われなかった後に兄弟は無法者になった。ボブ・ドルトンは19歳で初めて男を殺していた。保安官代理ドルトンは殺人は職務の中にあると述べた。しかし死者がドルトンの女をめぐる。 公的種であったことに注目する人々もいた。1890年3月に、ボブ・ドルトンは禁止されている酒をインディアンジュン州内に持ち込んだ容疑で訴えられた。彼は保釈中に行方をくらまし、後半に姿を現さなかった。1890年10月に、グラッドは死罪である馬泥棒で逮捕された。 しかし容疑が取り消されたか、でなければ彼が釈放されたかのいずれかであった。法執行者として評判を傷つけられて、ドルトン家の人々は最初のギャングを結成した。ボブは、ジョージ、ビタークリーク・ニューカム、チャーリー・ピアス、そして、ブラック・フェイスとチャーリー・ブライアントを募集採用し、彼らは、彼及び、兄弟、エメットの立ちになった。ブライアントは、 片方にある火薬の火傷のために、そのあだ名をつけられた。グラッドがカリフォルニアの兄弟ビルを訪れていた時に、ヤングが結成されたが、彼はそれに後から加わり、ビル・ドゥーリン、ディック・ブロードウェルそして、ビル・パワーも加わった。彼らの最初の強盗の目標は、ニューメキシコ州、シルバーシティの賭博場であった。1891年2月6日、金曜日、グラッド・ドルトンが、 カリフォルニアで兄弟らに合流した後、サザンパシフィック鉄道の旅客列車がアリラの街で強盗された。ドルトン家の人々はほとんどない証拠に基づいて強盗で訴えられた。グラッドは逃れ、ビルは無罪判決を言い渡され、グラッドは逮捕され、有罪判決を下され、20年間の刑を言い渡された。一説にグラッドは 一人の保安官代理に手錠をかけられ、もう一人に付き添われて列車で移送された。列車がいくらかの距離を進行した時、一人の保安官代理が眠りに落ち、もう一人は他の乗客らと話をしていた。暑い日で全ての窓が開け離れていた。突然グラッドが飛び上がり、車窓から外に頭から飛び出した。彼はサンワーキン側にいる羽目に陥り、 水中に姿を消し、下流に向かって流れに運ばれた。保安官代理らは肝を潰した。グラットは眠っている最初の保安官代理のポケットから手錠の鍵を取り出したのに違いなく、列車が橋に差し掛かった時に脱出の時を定めた。もし彼が地面についていたならば、おそらく死んでいたであろう。グラットは兄弟らを見つけ、彼らはオクラホマ順州まで進んだ。 1891年5月から1892年7月までの間、ドルトン兄弟はインディアン巡州で4件の列車強盗を働いた。1891年5月9日土曜日に男らはウォートンでサンタフェ列車を強盗した。彼らは数百ドルを得たのみであったが、チームとして懸命に働いていた。彼らはオクラホマ州オーランドを通過しながら、 発砲内死急等の馬を窃盗した。民警団が彼らを追跡したが、ギャングは逃れた。4ヶ月後、ドルトン・ギャングはインディアン順州リリエッタで列車から1万ドルを奪った。1892年6月に彼らは今度はオクラホマ州レッドロックで別のサンタフェ列車を止めた。ブラックフェイストチャーリー・ブライアントとディック・ブロードウェルは 機関車の機関士とカフを拘束した。ボブ・ドルトン、エメット・ドルトン、およびビル・パワーは乗客から奪いながら客車を歩き抜けた。ビル・ドゥーリンとグラット・ドルトンは急行車に乗り込んだ。彼らは列車から金庫を投げ出した。彼らは努力の割にほとんど得るものはなかった複数の乗客から数百ドルといくつかのウォッチと宝石類。ギャングは レッドロック強盗の後散らばったが、間もなく、ブラックフェイスとチャーリー・ブライアントは、保安官代理エドショードによって逮捕された。カンザス州ウィチタに向かう途上で、ブライアントは、保安官代理ショートを助けている。鉄道労働者から銃をひったくり、その後に続く銃撃戦で、ブライアントとショートは互いに殺し合った。1892年7月14日、木曜日に、 アーカンソー宗教近くのオクラホマ州アデアでギャングはまた襲った。彼らは駅に行き、休行荷物室で見つけられるものを取った。彼らはプラットフォームのベンチで話したりタバコを吸ったりしながら次の列車を待って座っていた。午後9時45分に列車が入ってきた時、彼らは休行車までワゴンを戻して中身をすべて下ろした。列車が入ってきた時、偶然、 列車上の8人の武装した護衛が列車の後ろにいた。彼らは車窓越しに、そして列車の背後から盗賊を狙って発砲した。銃撃戦の中で200発が発射された。ドルトンギャングは誰も撃たれなかった。ドクター w l ゴフとドクターヤングブラッドは駅の近くのドラッグストアのポーチに座っていた。両者共に数回流れ玉に撃たれた。ドクターゴフは 致命傷を負った。キャプテン・ティニート、キャプテン・ラフロールもまた負傷したが、彼らは回復した。強盗らは逃げ、姿を消したが、おそらくは、タルサ近くのいくつかの洞窟の一つに潜伏した。カンザス州、コフィービルのドルトン・ギャングの墓、ボブ・ドルトンには、野望があった。彼は、白昼堂々、二つの銀行を一辺に叩くということをしようとした、と彼は主張した。 1892年10月5日、水曜日、ドルトン・ヤングは、カンザス州、コフィービルの街路を挟んで、向かい合わせの CM コンドンカンパニー、S 銀行とファーストナショナル銀行に口頭を、働こうとしたとき、この離れ技をやろうとした。彼らは、偽の顎げを蓄えていたが、町民のうちの一人は、それと分かった。これら銀行の雇用者の一人が、金庫に、 次元状がかかっていて45分間立たないと開けられないことを確認しながら彼らを遅らせた。この遅れのために銀行が強盗に襲われたという噂が立った。住民らは武装し銃撃戦に備えた。ギャングが銀行を出た時銃撃戦が始まった。町民が3人撃たれた。町の保安官代理コネリーが銃声を聞いて通りに走り出た。 彼は打ち返し、ギャングの一人を殺しながらも自分は死んだ。クラット・ドルトン、ボブ・ドルトン、ディック・ブロードウェル及びビル・パワーはみな殺された。エメット・ドルトンは23の銃撃傷を負い、生き残ったのヒップ及び素刑部を撃ち抜かれ、そして背中に18内死23のバックショットを受けた。彼は、カンザス州ランシングでの終身刑の判決を言い渡され、14年間、 服役し、それから恩社によくした。彼はカリフォルニアに移り、不動産業者、作家、そして俳優になり、1937年に66歳で死去した。第6の男が小道にギャングの馬を確保していて、逃げていたという憶測が生まれた。この男がビル・ドゥーリンであると考えられた。これは全く確認されていない。ビル・ドゥーリン、ビタークリーク・ニューカム、 そしてチャーリー・ピアスのうち誰もコフィービルにいなかったし彼らだけがドルトン・ギャングの残されたメンバーであった。複数の強盗と自分の釈放から何年もの後、エメット・ドルトンは保安官代理ヘック・トーマスがこれら強盗を実行するというギャングの決断に際しては主要素であると言った。彼はトマスは自分らに容赦なく圧力をかけ続けてきたと言った。 彼らは銀行で高得点を稼いで、準州を少しの間離れ、トマスの追跡捜査を逃れたいと望んだ。ビルドルトンはコフィービル襲撃の後、ドゥーリン・ギャングに加わった。彼は伝えられるところによれば、1893年10月1日、木曜日、オクラホマ準州インガルスでの銃撃戦の参加者の一人であった。三人の保安官代理が、 銃撃戦で殺された。彼は、1894年5月21日、月曜日、テキサス州、ロングビューのファーストナショナル銀行で強盗を働いた4人組のギャングのうちの一人であったかもしれない。1894年6月8日、金曜日に彼は、オクラホマ州アードモアで民警団によって撃ち殺された。 ビルドルトンを殺した保安官代理の内区人は1896年6月アードモアの連邦裁判所で菩薩で訴えられた。どうやら誰も公判に付されなかったらしい。なぜ彼らが訴えられたのかは謎のままである。ありがとうございます。